三門庭園庭園十一面観音像聖女の滝方根合院は京都市京区花園にある立州の寺院。三号は小倉山。境内に現存する浄土式庭園の一宮にある聖女の滝は日本最古の人口の滝とされており、国の特別名称に指定されている。方根合院は古くから名称の地として知られる並びが丘の登録にある。付近には妙心寺。 忍那寺などの著名寺院や史跡も多い。天長7年頃、この地に、右大臣、清原夏野が山荘を構えたが、夏野の死後にその山荘を寺院に改め、名称を、総急寺としたのが、当時の始まりであるという。その後、佐賀天皇、純河天皇の行行を見、さらに、人名天皇も行行されたが、その際に、寺の背後にある内山に登り、継承をめでて、 内山に五位の位を授けている。これにより、内山はもう山と呼ばれ当時の三号もを位山とされた。天安二年、門徳天皇の発願で佳乱が混流されて、定額寺に列し、なお、天安寺と改めた。その後、寺雲は衰えたようだが、三世紀ほど経た平安時代末期の第治五年、大建門院により再興され、名称を奉金合院と改めている。 体験門院は、藤原氏の出身で、蕎麦天皇の中宮のであり、ストック天皇、後白河天皇の母である。こうして最盛期を迎えた、彭根合院は、四季折々の美しい草木や浄土式庭園を中心とし、池の西に現存する上陸の阿弥陀如来座像を祀る、西御堂、南に旧体阿弥陀堂と呼ばれる、南御堂、東に、 大剣門院の御所などが立ち並んでいたというが、次第に推理していった。公安2年に、円楽十万商人が、立州の寺院として復興し、また、有数念仏の拠点としたが、応仁の乱、天正の戦火、慶長地震などで大きく被災した。現内4年に、寺師沈五章が、本堂や教像を再建し、再興を行った。1970年に、 平安時代末期の浄土式庭園の遺構が発掘され復元されている。現存する国宝、阿弥陀如来像は、造高2.2メートルを超える対策で、上六阿弥陀堂の本尊と推定されている。天居2000年までに指定の重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館による、ありがとうございます。